ですか。はい、こんにちは。こんにちは。こんな格好してますけど、フォーライブをトシと申します。私、カルネキになります。どうしようです。すごい、おめでとうございます。で、年取ってもこうして歌っていきたいなというふうに思っております。では、いきましょう。最初、吟遊詩人というのは、あ、すべて、あの、教えてますか。教えてます。吟遊詩人ね。吟遊詩人。ほら。歩いて歌っておりますけど、なんかテーマソングみたいな
ここ日向さんにはサメちゃんとかコテちゃんとかもう、ね、昔から友達でですね、あの本名の前にウバグという店が出向かりまして、あそこでもう何年前かな、相当前にあのダイハちゃんとか一緒にですね遊びに行っていましたけど、ね、今日は久しぶりに会えて嬉しかったです次は、旅立ちセカンドという歌を。Thank you.
Thank you.
ものですので、何をですね歌うかと思って一応変えてきたんですよね。なんか、今ねお二人が歌った新曲にですね、なんか優しい歌とか、千代ちゃんのね優しい歌とか、ちょっと結局と変えました。変えたことでなんかこうちょっと色のかな、次はですね、聞こえません理想郷という歌を歌います。フリーフィングができます。動くかな。Yeah.
とですね、どうぞ、許しません。ね、僕たちは何歳かな、いくちょいくちょい5歳となる。ごめんね、このおじいちゃんもね。あとからほら、またかわいい。かわいいちゃん。最後になります。道端の白い花という歌を歌って、お礼を落としてした。
くれることでした。君は大八ちゃん。